はい、どうもアスナでございます。さあ、今回はね、岸田戦動画でもなくガチャ動画でもございません。まあとりあえずはね、ちょっと報告をしようかなという感じで、動画を撮らせていただきました。で、とりあえず現在は、ビクタリアさんの方に、お邪魔させていただいております。さあ S ランクの段ですね、前回の動画で言いましたけれども S ランクの段に、お邪魔させていただいております。まあ初のね S ランクの段に、入団しましたんでね、もう団員の皆さんね、強い方ばかりですので、毎日の岸田戦がねもう必死ですよ。まあ、自分もまだまだね、キャラが弱いんでね、とりあえず個人ランキングとかね、ポイントがねビリにならないようにね、必死に頑張ってる感じでございます。まあ、そんな感じで、S ランクの段で頑張っております。今はで、現在はね、マゴニア物語、これがね、始まっておりますので、とりあえずは頑張ってやってる感じでございます。まあなんとか500位目指したいところなんですけれども、まああんまり、うまくやれてないかなという感じですけどもね、とりあえずたくさんの方に、救援いただきましてね、本当にありがとうございますね。エールではなかなか俺をね喋ってないんですけれども、まあこの場をお借りしてね、俺を言いたいかなと思います。本当ね、救援、たくさんの救援をしていただいてありがとうございますね。自分もまあちょこちょこ行かせていただいておりますけれども、あんまりね今どうハンマーを出さずにほとんど救援ばっか行ってる感じなんですけど、もうハンマーというか壺を割らずにね、まあ後半は、最終日とかね、その前日あたりにはハンマーを使うためにね、まあレベルも上げておかなきゃなという感じで、ちょこちょこツボも割っていきたいかなと思います。さあ、まあそんな感じでね、とりあえず S ランクの段で、頑張っている感じですけれども、とりあえずね、4月1日になりましたね、まあ新年度スタートという感じなんですけれども、まあそれに関して、まあ一つ報告しようかなと思います。まあ4月1日、まあ新年度になりましたんでね、まあそういうことで、実はですね、急なんですけれども、実況動画を、やめようと思いますね。本当に急な話なんですけれども、で、ビクトリアさんの方でですね、つい最近、動画を撮っても大丈夫ですよとね、このビクトリアの段で、動画を撮る許可をね、いただいたんですけれどもね、で、まあ、ツイッターフォローしている方はわかると思うんですけれども、ツイッターの方でもね、OK もらいましたんで、いつ撮ろうかなというふうにね、言ってたわけなんですけれども、ちょっとですね、まぁ、ちょっと諸事情で、まぁ、実況動画をね、ちょっとやめようかなと思います。ね、ほんと、たくさんの方にですね、ツイッターの方でも、楽しみにしてますという感じでね、いろいろとね、言ってくださってたんですけれども、ちょっとですね、残念ながら、やめようかなと思います。本当に申し訳ございません。という感じで、まあ、新年度、4月1日ですね。まあ、ちょうど新年度に切り替わったところなので、そういうご報告をさせていただきたいと思います。ね、たくさんの方に見ていただきまして、そしてたくさんの方にチャンネル登録もしてくださって、本当にね、嬉しかったんですけれども、ちょっと残念ながらね、やめる形になってしまいました。本当に申し訳ないでございます。まあそんな感じでね、ちょっとした、報告動画とさせていただきたいと思います。そういう感じでね、本当申し訳ないんですけれども、この動画が最後になると思います。ということで急なんですけれども、これで終わりにしたいと思います。それでは、本当にね、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。アスナでした。それでは。はい、ということで、まあ、先ほどはね、動画、実況動画やめると言いましたけれども、今日の日付は、4月1日でございます。そうです。今日はエイプリルフールです。ということで、嘘ですね。はい、実況動画はまだ
やめません。はい、かなりタチの悪いね、動画になってしまいましたけども、まあ、エイプリルフールということで、お許しいただきたいかなと思います。なのでね、うん、まだ実況動画はやめません。ね。まあ、そんな感じですけどもね、ビクトリアさんの方でね、まあ、動画撮ってもいいよというふうにね、許可もいただけましたし、ね、うん、せっかく許可いただけたのに、実況動画やめるわけにはいかないのでね、で、で、たくさんの方にですね、次回も、楽しみにしていますというお声を結構いただいておりますので、まだね、そんな急にはやめられないですね。はい。できるだけその期待に応えれるようには、していきたいと思っておりますので、まだまだやめずに、実況動画やっていきたいと思います。まあ、ただ単にね、喋り倒してるだけの動画なんですけれども、ね、皆さん楽しみにしてくださってるようですので、頑張りたいと思いますよ。ね、まあ、アレジさんがいないんでね、面白いことね、アレジさんとの、ね、漫才みたいなあれはないんですけどもね、今はね、まあ、できるだけ、ね、頑張って作っていきたいと思います、今後も。で、マゴニアに関してもですね、まあ、前回も、生放送で、ハンマーね、やりましたんで、今回もね、どうしようかなという感じで、思ってるんですけれども、うん、ね、まだ、ちょっとね、生放送やるかどうかはまだ決めてる、ないんですけども、もしやるとしたらば、まあ、最終日か、前日には、その最終日の前日ね、にはね、ハンマーをやりたいかなと思っております。ね、まあ、最終日だとですね、皆さん結構被っちゃうと思うんでね、他の方と。なので、まあ、前日が一番ベストなのかなというふうには思ってるんですけれども、まあ、その辺は、やるときに、やる前にですね、まあ、エールで声優さんなりに、まあ、エールをして、報告していきたいと思います。ね、あとはツイッターの方でもね、生放送やりますというふうには、お知らせしたいかなと思います。まあ、マゴニアに関してはね、声優さんじゃないと、ちょっと参加できないというのがあるんですけどね、ハンマーに関しては。まあ、見るのはね、皆さん自由にできますんで、ぜひね、生放送でやっておりますので、ぜひコメントとかね、やる際には、していただけたらと思います。まあそんな感じで、まあね、エイプリルフールだからといって、ちょっとタチの悪い動画になってしまいましたけれども、まだまだ、私のアスナーとしてのね、YouTube 動画はまだ終わりませんので、まだ、おそらく、いいねと、ブーの部分がね、多分いいねがゼロなんじゃないかなと思いますけどもね、もう全員ブーイングされちゃうんじゃないかなと思うんですけど、この動画に関しては。ね、まあ、とりあえず、エイプリルフールということで、お許しいただけたらなと思います。ということで、まあ、騙されたかどうかはわかりませんけれども、まあ、エイプリルフールなんでね、皆さんも、まあ、良き、いい嘘をついてください。ね。まあ、そういう日ですから、ね、立ちの悪い嘘はやめてくださいね。ということで、アスナでございました。ということでね、ちゃんと最後まで見てくださった方は、この、ね、最後までの嘘の部分が、見ていただけてると思います。ということで、今後もまた動画を上げていきたいと思います。それでは、近々は、ビクトリアさんでの騎士団戦動画、あとは復刻とかかな、まあ、回せれば動画撮っていきたいと思います。ということで、また今後も、私、アスナの動画をよろしくお願いします。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。アスナでした。それでは、また。